検証寺は、大阪府南河内群河南町大技大毛塚にある、浄土新州本願寺派の寺院。3号は、金、松山、大月下五房とも、河南町北部、大月下の高台の上に寺を中心にして周囲に、寺内町を形成している。現在もその痕跡をとどめている。大月下寺内町は、鎌倉時代末期、念仏宗、 第七世方面が、当地に念仏道場を開き、布教を始めたことに橋を発する。南北朝時代や戦国時代には、大月下周辺で合戦が繰り広げられたが、そのような状況下で、念仏宗の寺院を中心に、寺内町が形成されていく。石山合戦を行っている、最中の元気三年、本願寺十一世県女が、大手塚に大月下総道場を回帰する。これが、 現在の大月下子冒険商事の始まりである。この後この地は、柴田勝家に属し、柴田家の菩提寺とされていた。後に、豊臣秀吉がこの地に城を築こうとし、寺を取り壊したが、追記は失敗に終わる。商法三年、本堂を再建する。安永九年、火事で全焼する。完成六年、現在の本堂が建立される。建築面積は、 584平方メートルあり、建築に25年の歳月を要した。賢章寺三門。上階に修郎がある。八作法要と八作氏が伝統行事として賢章寺と寺内町に伝わっている。元禄年代に京都御所の皇室から下造された灯籠人形を本堂に飾ったところ、人々が次々に廃館に訪れたため、賢章寺周辺には、 自然と出展も出るようになり、発作史が形成され現在に至っている。ありがとうございます。